早速やっていくんですけども、この僕はベンチプレス、このダンベルプレスでやっていくんですが、もうポイントはね、もう簡単、肩甲骨をぐっとまず寄せた状態で座ると。で、この張りを感じながら上げていくんですよね、こうやって。で、目線はね、なるべく胸を見た方がいい。胸を見ると、使ってる筋肉を見ると意識しやすいので、もうそれだけまずね、覚えてね、やればいいんじゃないかなと思います。では、やっていきます。ゆっくりゆっくり下ろします。続いて下部なんですが、この真ん中の筋肉は、まあ、ダイヤモンドプレスって言って、まあ、ちょっとダイヤの形に合わせてね、胸のこの中央に置くようにしています。手をね、でも足を後ろに乗せてそのまま押していきます。上がんなくなったら足乗せちゃって、
まあ今1セットやったんですけど、まあ、こうやってすごい胸周りがねバッキバキになります。今のダンベルだけで、まあ、僕はこれはあと、まあ、6セットとか7セット続けて今の1分休憩してまた同じように繰り返すんですけども、まあそれやるだけでもだいぶねこの形は整ってきますので、まあぜひねジム行きたくないとか自宅だけでトレーニングしたいって人は、まあ今のちょっと参考にしてみてください。はい。まあいろいろ、まああると思うんですけども、トレーニングの仕方って。ポイントはね、この肩甲骨寄せた状態で、胸をグッと、はい。で、上と真ん中と、まあ下をね、意識してやってみてください。はい。ではまた、お会いしましょう。お疲れ様です。